はい、じゃあ今日は睡眠を読みます。はい、まずは第一段落。じゃあここの2行目までを先生。はい、ヤクリ君、もしかしてこの表紙の黒い魚が睡眠って名前なんですか？これだから勘のいいガキは嫌いだぜ。そうなんだよ。ではまずは第一段落を、まずは段落ごとに音読してから登場人物を整理するんですね。これだから勘のいいガキは。そういうことなの、ごめんね。じゃあ第一段落まで読んで何か分かった人？はーい。じゃあヤクリ君、最後にはスイミーが悪者のマグロを追い出すオチだと思います。これだから息のいい味はフライでタレタレだぜ。ヤクリ君いい予想だね。でもまずは書いてあることについて。はーい。はい、ヤクリ。もしかして色が違うスイミーって一人一人の個性のメタファーとして描かれているんです？メタファー？せめて比喩とか言ってよ。いくらなんでも勘が良すぎるだろ。先生どうなんですか？あとこのネタ擦ってるのって再生数が回ってるからで。やめて、メタファー出した後にメタファー発言やめて。しめしめ、つまらんギャグを入れてツッコミコメントを待つことでコメント数も稼げるか。やばすぎる。この子の勘、さっきから全部当たってる。先生。なんだい、ヤクリ君。もしかしてこのフル動画って、再生数1000回未満ですか？外れてくれ。